その一番上のつかみの文章の話にもう一回戻っちゃって申し訳ないんだけど、どうしても分かんない時、分かんない時でこの野菜の推し何ってなったら、もううまいか甘い、柔らかい、あと今が旬、あと日持ち抜群、もうこのぐらいのどれか入れとけばまあだいたい当たるまあ間違っちゃいないかなみたいな感じ。分かんなかったらもうそれで良いと思います。そこになんか分かんなくてもうやたらめったらお買い得ってやると、さっき言ったようにやっぱりあんまり良くないから、まあ書くこと困ったら甘い、うまい、柔らかいで大体乗り切れます。以上。先生、またまたまた質問ですはい、後藤くん、何でしょう。これって毎回ある野菜ってあるじゃないですか。でも先生のやつを見てると、同じ野菜でも、もちろん価格は違うんですけど、まあこのキャッチーな言葉だったりも変えてるように思えるんですね。それっていうのはどういう時に思いついて、どういうアイディアでそういう言葉を決めてるんですか。まるで先生が言いたいことを引き出すような質問ありがとう後藤くん、いい質問ですそれはもう日々、もう本当にみんなラッキーで、接客しながらポップかけるってことは、その買う相手がもう目の前にいる状態でポップをかけるから、もうお客さんに直接聞いちゃう。さっきみたいにこの野菜なんだってなってるお客さんが目の前にいるわけだから、お客さんの疑問ってなんだろうなとか、お客さん今何に納得いかずに買わなかったんだろうなとか、なんかもうそういうのが目の前で見えるんで、お客さんに実際聞くでもいいし、そのなんかどうして買わなかったんですかとは言わないと思うけど、まあなんかお客さんとの会話の中でお客さんが不安に思ってることを聞き出して、その不安を解決するようなことをどんどん盛り込むと、よりいいポップになると思います。あとは本当にレシピとかも聞いてもいいし、なんかこんな風にしたら美味しかったのよっておばあちゃんが教えてくれて、あ、そうなんだってなったら、もうそのままポップに書いちゃうとか、どんどん詳しさが増すと、やっぱりすごい忙しい時というか、1日300人とかお客さんが来たら、300人それぞれに全員に喋りかけるの、野菜の説明するわけにはいかないから、そういう時でもポップだけで物が売れるように、なんかできるだけ詳しく、もう一切私じゃないです、あの店員が喋らなくても物が売れるように、いろいろ盛り込むとよりいいポップになると思いますそんな感じです。で、そうだから、で売り場によってもやっぱり何が一番響くかっていうのは変わってくるから、その甘いってダメだったら、例えばもうここのお店の周りの人全員子連れのお客さんだったとしたら、子供も食べられますとかが一番響くかもしれないし、今の時期コロナ流行ってるから免疫力アップっていうのが一番、今だったらあのさっきね、そう 今だから使ってるみたいな言葉あったけど、なんかその時期とかお店の場所とかによっても響く言葉は変わってくると思うんで、それは日々お店にいる中で、あ、これお客さんこういうこと今気にしてるから、こういうの書いた方がいいなとか、これ一番上に書いたら興味引けるなっていうのは探っていけると良いと思います。先生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 、またかける4で質問です。なんか正直僕これ敵は悪いなって思ったんですよ。先生がペン配った時にわざわざこの袋に入ってて出てないのを配ってきたんで、先生敵は悪いなって思ってるんですけど、これって何か意図あるんですか？先生敵は悪くないです。先生は今日わざわざ群馬のコメリで皆さんのためにペンを用意してきたんですっていうのも、ペンがカスカスになってくるとやっぱり全然うまくポップが書けないし、ダサく見えるし、なんかほんとカスカスだと商品が安っぽく古く見えちゃうし、しかも書いててテンション上がんない、みんなにさあどうぞ書いてくださいって言った時にカスカスのペンだとうまく書けないから、なんかやる気もなくなっちゃうし、
そういうのを考えた上で今日は新品のペンを用意させていただきました。で、結構もう毎日使ってるとすぐカスカスになっちゃうから、もうその度に私もペンを放り投げて捨ててどんどん買って、もう常に新しい端から端まで色がきちっと出るペンを使うようにしています。でペンもそうだし、あと段ボールもボロボロになった段ボールにコップ書くとめっちゃ古く見える。野菜もなんかダサく見えるし、なんかこう折れ線のついてる段ボールとかに書くとなんかガタガタって文字曲がっちゃってすごいヘンテコになって、なんか同じように同じ文字書いてるのにすごいなんか間抜けなポップになっちゃうから、まあなるべく私今日切ってきた段ボールのすごいツルツルの書きやすいのを用意してきたつもりだし、ちょっとカッターの刃の調子が悪かったから周りちょっとボサボサになってるのもあるんだけど、まあ、とりあえずこの新品のペンで書いたっていうのを、もう初回新品のペンで書きましたっていうのをみんなに味わってほしかったから新品にしました。以上です。先生、はい、後藤くん元気ですね。授業終わって先生の話聞いてなんとなく理解できたんですけど、はい、先生って実際に書くのうまいんですか？それはなんとも言えないですね。ちょっとなんで今から僕が僕の世界で作り上げた野菜を説明します。ですのでそれを聞いた上で先生作ってみてください。仕方ないです。わかりました。いきますよ。はい、商品の名前は、はい、イーロンです。イーロンスペイン産です。スペイン産。あ、間違えました。南アフリカ産。はい、火星で育ちました。火星って地球外の火星は、はい、火星で育った南アフリカ産。間違えました。先生、僕もたまに間違います。聞き流してください。火星が原産ってことだよね。あ、火星が原産です。原産で南アフリカ育ちだと。はい、へー、ナイスフォロー。で、見た目はどんな野菜なんですか？見た目はですね、葉物？それともなんか芋みたいなものですか？すごく近未来的な見た目をしてます。近未来的な見た目、はい。そして調理方法なんですけど、はいはい、基本的に中をくり抜いて中だけを食べます。なぜなら中だけが柔らかくて中だけを食べた方が美味しいとされています。他に何か聞きたいことありますか？作るのにあたって。はい、はい、食感はどんな感じ？シャキシャキなのか、あ、でも柔らかいのか、中は。中は柔らかいです。へえ。加熱するんですか？くり抜いて、はい、何？サラダ。そのまま刻んで食べます。そのまま刻んで食べる。なるほど。色はどんな感じですか？色は白です。色は白。なるほど、なるほど。なるほど。かけますか先生？これは難しいですね。なんか他の野菜と合わせたら美味しいとかありますか？他の野菜の場合ですとテスラっていう野菜と合わせると美味しいです。なるほど、それは近未来的ですね。はい、これで書いてみましょうか。書けるんですか先生？本当にちょっとじゃあやってみましょう。これはもうこれしかないですね。先生、まだ5分ぐらいですけど、もうできたんですか？できました。そんなできるわけがないですよ。まあでも見てあげますよ先生。できるわけないと思うでしょ。じゃん。すげえ。マジですごいこれ。すげえな。できました。見えます皆さん、マジで10分もかかってないです。5分ぐらいです。おいしそう、イーロンおいしそう。すげえ以外言葉が見当たらないなこれは。ありがとうございます。まあ、
先生ごめんなさい、先生はやっぱ先生でした。ありがとうございます。まあ、これで何年もやっております。一応これ最後に要素ポップっていうのをつけさせてもらったんですけど、要素ポップの説明まだしてなくて、一応いろいろ本当に言いたいことが生まれた時にもういろいろ書いても書ききれないんで、でも書ききれないけどでも最後これも言いたいじゃんってなったら、もうなんか何白い段ボールとか結構あるんで、白地に黒と赤とかでもう一個こういう吹き出しポップをつけると本当に言いたいことが全部伝わる、味も調理法もで、値段がどうして100円なのか、そのちょっと安い感じがどうしてなのかっていうので、なんかその初めての野菜だからお試し価格でこの値段なんですよっていうのも入れて、まあ言いたいことは全部書いたかなっていう感じです。開いた口が塞がらないとはこのことですよ。すごいマジで。そんな感じです。でも基本は本当一番上に、つかみ、なんかもうみんなの興味を引くような、その野菜の見た目がどんなものなのかはちょっと分かんないけど、グッとまず下の説明まで全部読みたくなるようなつかみを書いて、で商品名書いて値段書いて、あと補足でちょっとこんな調理法で食べられますよっていうのを書いてます。お店に飾っといてください皆さんこれじゃあ豪徳寺のレジ付近に飾っておくので、ちょっとこの傑作ぜひ見てください。あのご購入希望の方いらっしゃいましたら、私まで、私後藤まで、あのインスタグラムに DM ください。オークションを開催します。差し上げます。なんか質問ある人。はいはい、この段ボールの大きさとか文字の大きさとかってどれぐらいにしたらいいんですか？これは悩ましい。あの別にもっと大きくてもいいと思う。ただ野菜一種類並べるのに、なんかそんななんか2メートルくらいにわたって同じ野菜置くとかはあんまりないから、そんなにバカでかくない方がいいと思う。でもただこれの半分にしちゃうと半分しか内容入んなくて、でみんな豆みたいな字になっちゃって、おばあちゃんとか読みたくても読めなくなっちゃうし、マッキーの細い方細いって言っても太いから書きづらいし、私はこのぐらいがベストだと思って全部このぐらいにしています。でまあその一番上の推しの文字と、まあ商品名と値段は大体同じくらいの大きさになるのかな、ですかね。どうすか？確かに見た感じそうなってます、うんうんうん、だからあれだよね、後藤くんの書いてくれた赤玉ねぎ80円、これプラスその推しの文句が多分基本の一番書きたい産業な、同じくらいの大きさで値段と商品名と推し、あ推しと商品と値段かを書いて、その隙間に産地とか補足を書くっていう感じかなです。ありがとうございます先生今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。先生に教わったやつで全て伝統の野菜がこんな感じでね掲示されてれば、タイムを測ってるランニング中のおじさんでも足を止めてつい買ってしまうんではないのかと思うほどのポップ、僕らはこれを頑張って目指します。また授業よろしくお願いします。よろしくお願いします。